庭三重庭三重は、江戸時代前期の大名。道の区国白川藩の第二大藩主。後に、道の区日本末藩書大藩主。藩には、十四位下、左京大部、自重。茶人としての号は、藩古庵、画家としての号は、玉宝。現七年12月28日、庭長重の三男として誕生。陽名は、宮松丸。 二人のイボ兄が共に養成したため、官営五年に着手となる。官営十一年十二月十九日、三大将軍、徳川家光より返旗を賜って三重と名乗る。また、十五位下佐京介に助任する。官営十四年四月、父、長重の死去により、白川藩主となる。官営十九年十二月開日、十四位下に昇進する。 官営20年7月4日、道の下手軍、朝香軍へ移放されて、日本松に居城を構え、日本松藩書大藩主となる。また、道の区国田村軍の幕僚15,360国を預けられる。商法元年4月10日、初めて日本松へ、お国入りする許可を得る。国がえに伴い藩の諸制度を定め、城郭や道路、城下町の大規模な整備事業を行った。 三重は文化人としても知られ、佐藤を石州流の片桐貞政に学んで奥義を極めたり、絵画を鹿野増信や鹿野常信に学んで仮の葉画風の作品を描いたり、また華道や書道にも造形が深かった。他にも高野山や万福寺の僧侶を招請し、校舎に列祖図や十六羅漢図を寄進するなど、仏教や学問の普及に努めた。 万事元年うるう12月27日、自重に任官する。遠方6年8月6日、預かっていた、道の北村軍の幕僚を返還する。遠方7年4月7日、弱死、長次に家督を譲って隠居した。隠居後は、玉宝と称した。元禄14年4月11日に死去した。去年80、ありがとうございます。